ちょっす。今日はね、サバ缶でサバ大根作りました。まあ、いつもこれなんですけど、ブリ大根は聞くけど、サバ大根ってあんま聞かないですよね。しかも缶詰で作っちゃうっていうね。これ面白いレシピだなと思って。ほんでね、やっぱね、デリッシュキッチンね、僕も最近スーパー行くたんびにもらってくるんですけど、このね、カード。最近ね、このカード置いてなくて、なんでかなと思ったら、やっぱりね、みんな持ってっちゃうみたいで、その変わり目、レシピの変わり目の時にもらってかないと、もうね、次の日とかにはなくなっちゃうぐらいで人気みたいで、もう争奪戦ですね。なんでね、別にね、その日で作んなくてもね、こうやって、まあ、ちょっと本に挟んでるんですけど、こうやってね、いっぱい食べてます。変わり目ですかさずね、もらってきますね。このレシピをね。じゃあちょっと食べてみましょう。いただきます。で、これオニオンスープは残ってたやつです。で、みょうがはちょっと余ってたんでね、上にかけましたね。で、大根ね、これ。うん。ちゃんと柔らかくなってます。で、これ缶詰のサバで。うん、生姜がね、やっぱ効くとね、うまいですよね、すごいね。うまいです。案外ね、サバの缶詰って高くて、今までそんな買わなかったんですけど、あの、安売りしてる時にね、備蓄しとけばね、これはこれでいいですね。美味しいです。いつもはね、僕行くスーパーだとシーチキンがめちゃくちゃ安売りされてる時があるんで、シーチキンばっかり買ってね、シーチキンをばっかり備蓄してるんですけど、まあ、サバの缶詰があればね、それはそれで変化があって美味しいですね。みょうがのさっぱり感とね、大根のしみしみ、大根のうまさありますね、これ。うん、ちょっとね、今回の大根の量とサバ缶の量だとちょっとサバが少ないですけど、まあ僕大根好きなんでいいんですけどね。みょうが入れたのもいいですね。これ生姜チューブですけど、生姜入れてみょうがも入れてね、すんごいさっぱり食べれます。やっぱさっぱりするとね、おかずいいっすよね、ご飯のおかずに。これはいいっすね。あの、あらかじめ大根ね、切ってね、先にレンチンしたんで、時短になってますね。すごい柔らかくてホクホクになってます、これね。缶詰じゃなくてもサバ大根ありじゃないかなって思いますね。美味しいです。いや、これは和風の味付けでね、醤油、酒、砂糖、みりん、日本人好みの味付けですよ、これ。僕は大根好きなんで、この大根多めのこの分量がすごいちょうどよくて美味しかったですね。まあ、そんな大根好きじゃない人はね、もうちょっと少なめでやってみたらいいかなと思いますね。簡単で美味しかったです。ごちそうさまです。